倒したはずの貴様がなぜこの地球にいるんだ。立派だ。私はまた必ず蘇ってみせる。もう二度と私に逆らえぬようにしてやろう。これがレジェンドクリア条件だ。後で一緒に戦う仲間が来てくれるぞ。君の持っているバトルカード、バトルタイプを選ぶんだ。必殺技を選ぶんだ。準備完了だ。戦うキャラクターを登録するんだ。うちのアイスはどこや。君の持っているバトルカードをフラットパネルに置いてくれ。俺に任せとくな。ヒーローアバターカードを仲間が一人引き出せる。次にヒーローバッジを選んでくれ。この後でこの手はヒーロースキル決定。では出発するぞ。戦闘開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。私が自ら始末してやろう。仲間のアビリティ発動だ。さっさと蹴りをつけてやる。天狼メダル効果で体力がアップしたぞ。仲間のアビリティ発動だ。ヒーローバッジのスティングボーナス効果でラウンドワン敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。俺が力のサッカーを決めるんだ。赤いエリアで普通に攻撃。発展決定。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。うわぁ、こっちがボタンを押せ。パーフェクトの勝ちだ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。リーダードだ。仲間のアビリティ発動だ。敵のゴッドメテオだ。ゴッドメテオ成功。恐怖に震えるがいい。ラウンドでは君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。ラウンド2。ヒーロースキル発動。ヒーロースカウターの基本効果で仲間のアビリティ発動だ。ラウンドはここまでだ。仲間のアビリティ発動だ。俺を甘く見てないか。また精霊のキャラはアタッカーを決めるんだ。よし、発展決定。敵のゴッドメテオの効果を受けてしまったぞ。カウンターアビリティ発動。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンさせ、いい攻撃だ。これほどの強敵を倒すと、よっ本気の最低やな。これが今回のスコアだ。